福岡泉選手にお話を聞いてきます。よろしくお願いいたします。初日は一走でしたけども、はい、しっかりと人気に応えて、はい、人気に応えて人気ではなかったですけど、はい、裏切れてよかったです。いやいや、走っていきました。はい、一走してみた感触っていうのはどうですか。そうですね、普通は両方あるんで悪いとこが目立たないんで、うん、いいと思います。ほとんどじゃあ脳調整で、はい、もうペラー叩かずにそのままで、師匠にちょっと聞いてきたペラーも似たような感じだったんで、はい、そのまま行ってます。あ、そうなんですね、はい、じゃあそれをちゃんと師匠の話も生きてると。はい、はいはい、もう美人ママさんレーサーとして、ただ、ユファの皆さんの人気もあるんですけれども、はいはい、結構じゃあお休みの日はどんな一日過ごしてるんですか。そうですね、子供が保育園行ってるんで、うん、その間平日は自由な時間なんで、最近はもうゴルフと釣りを始めて。釣り、はい、家の前が淡路島ですぐ海と山しかないんですけど、だから、はい、自然を生かした遊びをしてます。テレビ出てましたもんね。はい、何のテレビでしたっけあれ。ダーツの旅です。そうそうそう、はい、なんかばったりやって、こんな綺麗な人がボートレーサーみたいな感じで、はい、もうあれも家の周辺で本当めちゃめちゃ田舎なんですけど、ブラブラしてる時に、はい、本当にたまたま出会ったんですか。あ、そうですそうです、はい、か、あ、じゃあ自然豊かなところで、はい、今生活してらっしゃる。そうですね、はい、ということで、はい、そっか、大変じゃないですか。まあ、一人で家族も一緒ですけど子育ては。そうですね、まあ、実家なんで、うん、もうお母さんとかもすごい協力してくれるんで、はい、楽しく自分らしくやれてます。そうですか、はい、あ、じゃあちょっと気が楽になってそうですね。はい、あとは、まあ、ボートしっかり頑張るだけっていう。そうね、はい、どんどんお母さん稼いでね。そうですね、はい、そうですよね、はい、そっか。でもまだ9月9日にお誕生日迎えられて、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。25歳、ね、はい、25歳になりました。2人のママ、はい、そうですね、うん、もうあとは早く子供が成長してくれて、うん、自分の人生を生きたいなと思ってます。先長くない。なんかボートも復帰してからちょっと結構いい印象というか、活躍している時も多いなっていうイメージですけど。そうですね、うん、やらないといけないっていう気持ちが強くなったんで、とりあえずそれをハンドル入れようっていう気持ちでやってます。はい、ある意味こう覚悟が。そうですね、はい、ったんですね、はい、ファンの皆さんもしかしてこれ俺次いけるんちゃうと思ってると、もしかしていったらどうします。優しくていい出会いがあるならぜひお願いします。どんなタイプが。ちなみに、そうですね、優しい人で、うん、まあ、ちょっと波がすごいんで、うん、楽しい、辛いってなるのがちょっと激しいんで。福岡選手自身は、はい、なんで、しっかりしてくれてる人がいいですね。もう大きい心で、はい、あ、そう、大きい心で、ね、はい、そういう人じゃあ募集しておりますので、はい、皆さん成長して福岡選手に活躍していただきたいと思います。最後、今節の意気込みを、はい、ファンの皆さんに一言いただけますか。はい、元ちょっと若干地元だったんですけど、ここで活躍できるように頑張ります。お願いします。福岡選手、本当にすいません、ぶっちゃけてありがとうございました。こんな言っていいのかな。